実は我々3人ローソンさんとコラボさせていただくことになりました。あいや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 、右のやつはこうちょっとデフォルメされた SD のやつで、これも可愛いね。可愛いな、顔がめちゃめちゃ可愛いな。なんでこっち見とんねん、だるまは。めちゃめちゃこっち見とるやん。これはあの買うときに圧をかけんのよ。怖いって。怖いよ。確かに。お前らすましてるよな、なんか別に。持ってかなくてもいいですけど、みたいな。確かに。かけろよ。俺の右手見えてないけど、めっちゃ握り拳握ってる、これ。買ってくれって。ナルセだけかすましてんのは。すましてんのナルセだけやね。一応死にますって言ってる、普通に俺。こんな穏やかな顔で、穏やかな顔で。どっちが死ぬのそれ。俺が死ぬの。帰るよ。お前が死ぬのよ。そうそう、持ってかんならうち死ぬけどねみたいな。それでもいいのかい。うん、そう、これ済ましてるわけじゃん。持ってかんなら別にうち死ぬけどいいなら。これだけ全国から在庫消えるぞ。さすがにこれはまずい。さすがに殺したくないか。さすがに重いって。そうね、これはだから APX で、あれだいたい前に行くでしょ俺が。はいはいはい、またそれを表してんのよ。こう耐えれず後ろ向いてないかこれ普通に。リスナー見てるよ俺はこの時。あー、あーなるほど、ね、この時リスナー見てる。これでいいよなっていう。やってるよな。喋りかけてると。なるほどなるほどなるほど。うん、でアリサカがついてて、俺がもう死ねばいいやみたいな。もう死んじゃうよ私。ジムやからもう死んでもいいから。死ぬかもね。移動中なわけね。移動中。移動中。あっちに移動してる時、だるまはコメント欄に向かってこれで合ってるかって言って、アリサカはとりあえずついていって、俺はもうどうせ移動中でかいから死ぬ、もう死ねばいいよみたいな。もう死ぬけどね。どうせジム打たれるし。そうやね。どうせもう死んだら泣けばいいしみたいな顔してる。悟ってる顔やん。うん、その顔やねこれ。そういうことね。一緒に暮らすなら3人の誰がいって、俺はもう。え、だってさ、今までさ、うん、俺決まったわ。じゃあ、いや俺決まったわ。オッケー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 。お、有坂で。おお、有坂はだるま。俺ね、人と暮らしたいと思ったことないし、二人とかマジでキモいし、終わってるわ。なんで急に意味わからんことにする。なんか深夜とかに急にさ、ちょ、何々勝負せんとか言ってきそう。え、ちょ、今からコンビニ行かんとか言ってきそう。嫌やなと思って。俺終わってるな。いや、でもちょっと質問があれなんじゃない、成瀬向きじゃなかったんじゃない。向きじゃなかったかもしれない。確かに確かに確かに。え、そうかな、普通の質問じゃなかった、普通に。いやいや、アピールポイントが、うん、同性には刺さらなかった。異性には刺さるんじゃない。あ、寂しく思いさせないとかも、はいはい、じゃない。あ、なるほどね、うん、多分そういうのはい、ガキガキガキ、はいはい、もうまい、ベイブレードうまい、ベイブレードうまいです。はいはい、もうこんなんでいいんでしょ普通に。はい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 。まあ俺が女やったとしてもいいんだけど。まあでも別によ、泣けば済む話やし。キモい。全然泣けば終わりやし普通に。そんなね、3人のね、あれがね、もう一回言いますけどもね、ローソンコラボ、12日、朝7時から、ローソンの、ね、全国で流れると思うので、ぜひともね、お願いします、ね。なるほど、質問が出てて、あんま見えてないです、裏の画像が。やっちゃった。配信下手やね、お前。やっちゃったね。俺が一番ダメなのかもしれない。まあでも別にもね、泣いたら済む話だし、お疲れ様でした。